どうもこんにちは、あたりです。デトロイトビカムヒューマン続きです。というわけで、今操作してるのはおかえりなさいマーカスね、マーカスっていうアンドロイドです。前回の動画でこのペイント絵の具なのかなを買ったアンドロイドのお話になりますね。品物置きました。カールの世話をする。カール、このマーカスの持ち主の方ですかね。2階だな。他になんかできることは特にないかな。顔か。ほう、芸術は僕にはよく、あ、開けることができるぞ。鳥逃げちゃう。鳥動いた。あ、これもアンドロイドなんじゃない、これ。つける。お、これ欲しい。未来だな。ドーン、なんかできることあるぞ。なんだろう。あ、雑誌か。なんかこのなんだっけ、前回の動画でもこう雑誌を見つけるとなんか読めるよみたいな。うん。でこのね、雑誌の中に、まあ、このデトロイトビカムヒューマンの世界観というか、まあ、この2038年でどんなことが起こってるのかみたいなことが、まあ、設定資料集みたいな感じで載っているらしいですね。うん、まあこの動画の中では読まないですけど、うん、ちょっと動画外で読んでみたいなと。うん、あ、これも人かな。人っぽい。壮大な絵が描いてる。しかし、まあカールさんは裕福そうな方ですね。ほう、これを作ったってこと。あ、そっか、でも絵の具を買ってきたから芸術家なのかな。何かできることは特にないかな。これもカールさんが書いたってこと？すごい広い家。すごいな。でも前回の動画でも話したけど、やっぱりこう人がアンドロイドに職を奪われているっていう現状というか、まあ2038年。なんですけども、やっぱりこういう芸術ってことは、やっぱり芸術はやっぱり人間じゃないとできないみたいなところが。おはよう。もう10時ですよ。天気は一部曇り、気温は12度、湿度 80% で午後には小雨が降るかもしれないそうです。ベッドで過ごすのにもってこいの日だな。注文した絵の具を受け取ってきました。そうだ、忘れてたよ。そこがお前と私の違いだな、マーカス。お前は物忘れをしない。手に取る。こっちゃ。それじゃ腕を出してください。いや、カール。どうも。起きて早々歯を食いしばれというのか。刺します。ジュン。人間は脆い機械だ。いとも簡単に壊れる。ここまでしないと生きられない。おい、その服はどうした。ああ、これは街角でデモに出くわしてしまって。
愚かな奴らめ。アンドロイドを一体壊したところで何か変わるというわけでもあるまい。怪我をしていないといいが。ああ、いえ、押し倒されただけですよ。平気です。これでよし。それじゃあお風呂に行きましょう。お、うん、よー、上にふっ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 、はい、行きます。しかしマーカス声意外と若かった。なんか話なんか喋るとなんか違う、イメージと結構違うなって。あ、ちょっとお見せできませんので音声だけでお楽しみください。はい、やっぱりこう入浴シーンっていうのはね、やっぱりプライベートですからね、うん、さて、え、どこに、あ、車椅子的な、なんか階段のところにさ、あの車椅子を運ぶなんだっけ、アームリフトみたいなのあったよね。今日は何か予定があったかな。ねえ、今日はモマの回顧展の公開初日ですよ、うん、責任者の方が参加確認のメッセージを何度か残されていました。うん、まだ決めていなかったな。また後で決めるとしよう。他には、はい、ファンからのメールです。返信しておきました。うん、レオから連絡は？いいえ、カール。レオ。お電話しましょうか。いや、その必要はない。つかん。便利だな。なんかね、あの今これ車椅子を押してるんだけど、車椅子を押す感覚がね、なんかもう なんて表現したらいいんだろう。このスティックから伝わってくるというか、車椅子を押す感覚が ねすっごい軽いの。今さ電動自転車とかあるし、あの感じ。ベーコンと卵をお好みのスタイルで用意してありますよ。 ありがとう。いいえ、どこ、食卓に食卓に連れて行く、食卓どこ食卓、これかな、これかな、うん、うん、どこだ。今も多分あるのかな、こういう車椅子、電動車椅子というか、昼になる前に朝食を食べたいんだね。アシスト車椅子っていうの、よろしくな。はい、今持ってくるよ。さあ調理の時間だ。どこだい、私に調理されたい植物。もう準備してある。っていうかあれだよね、わざわざなんかこうアンドロイドが作んなくてもいいよね。なんだ、食材入れてピピッとポンで作れそうだもん。そこまで未来じゃないかもしれないけど。あ、出します。はい、じゃじゃーん。ああ、ありがとう。テレビオン。朝食を食べている間は自由にしていなさい。ええ、うん、そうします。自由にしてなさいって言われてもな。ちょっとやることいっぱいあるな。何かやることを見つける。はい、は、はい、なんだ、本を読む。ちょっと待って、まだちょっと待って、いろいろある。
ピアノ、ピアノ弾ける？クアンティックデラックス、あら、ピアノを弾く。他にも何かある？なんだ、回す、つい回してしまったけどあ、なんだろう、チェスをする。へえ、ちょっとじゃあマーカス君にピアノを弾いてもらいましょうか。弾く。他のことをする。まあ多分全部できるでしょう。座る。これニュース見てるそばでうるさくしてて大丈夫かな。物憂げな曲、希望にあふれた曲、情熱的な曲、謎めいた曲。なんかもっと清々しい曲がいいんだけどな。希望にあふれた曲、謎めいた曲、情熱的な曲を弾いてもらおうか。行くぜ。え、これね、何してるかっていうとね、これこうスッ、叩けばいいのか、スライドじゃなくていいのか。来ましたね。いつもと音色が違うな。お前には人間よりも人間らしい一面がある。私がいなくなったらお前も自分で身を守り道を選ぶことになる。自分は誰なのか、どうなりたいのか。人間は皆同じであることを求めるものだ。だがその言葉に惑わされてはならんぞ。さあスタジオに行こう。なんか、なんかカールさんすげえ素敵な人だよね。あ、こっちか、 こっちかここでしょ。ちょっと待って、バックします。バックします。はい、行きます。でももうカールさんもお年だからね。で、それで、まあ画家なんでしょ、うん、やっぱりこう、いろんな人を見てきて、いろんなものをしてきて、よし、前回の続きだ。シートを剥がしてくれ。はい。シートを外す。これを外すの？外しまーす。取り除く。おー、でかい。自画像かな？自画像かな？スタジオを掃除する。多分、なんかこう、なんかちょっと切なくなってきたな。自分で言うの、言ってしまうのもあれだけどさ、カールさんもこう自画像ってなるとさ、やっぱこう自分の最後の作品はこれだみたいな感じに。で、片付ける。あ、結構片付けるとこあるね。あそこも片付ける。あそこも片付ける。え、なんだろう。これ
これこの辺片付けられるんじゃない？あれこれ片付けるんじゃないのか。じゃああっち、あ、終わりました？すいません、掃除できなくてすいませんでした。さあ意見を聞かせてくれ。は、僕あまり好きじゃないかな。僕は目利きではありませんが、他の作品の方が好きです。正直言ってもう何も言うことはない。こうして日々が過ぎ去るごとに死が近づいてくる。私はブラシにすがりつくただの老いぼれだ。カール、私の話は置いといて、お前の才能を見せてもらおう。筆を取って書いてみなさい。書くって言っても何を書けば。何でもいいから書いてみなさい。はい、じゃあ書かせていただきましょう。書く題材を決める。ほう、カールの絵を描く。ほう、銅像を描く。机を描く。他にはないかな。他にはないかな。他にはなさそうだ。机を描く。じゃああえて銅像を描きましょうか。シュッシュッシュッ。これは現実の完璧な複製だ。だが絵画では模写するだけではなく、自分が感じたことを解釈し表現することが大事なんだよ。無理ですよ、そういうふうにはプログラムされていません。さあほら、筆とそのキャンバスを使って。マーカス、目を閉じてみなさい。いいから、大丈夫だ。存在しない何かを思い浮かべろ。見たことのない何かだ。そして自分の感情に意識を集中させて、気の向くままに筆を動かすんだ。あ、リングが。アンドロイド、人間性、アイデンティティ。アイデンティティ。お、絶望、疑念、囚人、アンドロイド。レオって人かな。いや、親父。レオ。レオか。気づかなかったよ。ああ、近くに来たから寄ってみたんだ。しばらくぶりだしな。
どうした？具合が悪そうだぞ。ああ、平気だよ。なあ、親父、金が必要なんだよ。またか。この前渡したばかりだろう。ああ、ほら、すぐなくなっちまうんだ。また薬をやってるのか。違う、全然そんなんじゃないって。ええよ、私に嘘をつくな。ないいから金くれって言ってんだろ、頼むよ。悪いな、お前に金はやれない。あ、なんで。分かっているだろう。あ、そういうことかよ。どうせ自分の息子よりそのおもちゃの方が大事なんだろう。あ、こいつのどこがそんなにいいんだ。賢いから、従順だからか、俺とは違って。だけどな、こいつはあんたの息子じゃねえ。こいつはただの機械だ。ねえよ、いい加減にしないか。やめなさい。あんたが愛しているのは自分と自分の絵だけさ。人を愛したことなんて一度もないんだろ。俺のことだって。終わった。そうなります。まあ、でも大体こんな感じだろうな。特になんか物語が分岐してるっていう感じではないのかな。なんかちょっと胸が苦しくなってきた。でもカールさんすごくいい人だと思うんだけどな。もうちょっと続けていいっすか。続けちゃう。2038年11月5日。ここはどこだ。午後11時21分。あっ、こんなん。ノーアンドロイズアロー。あれ、アンドロイド立ち入り禁止って書いてあったよ。アンダーソン警部補を特定する。スキャン。フェイススキャンを実施する。ほう。ここはアンドロイド。フェイススキャン。おい、なんだ。お、あそこに誰かいるな。こっちか。調べる。ほう。おい、出てけよ。なんじゃ。31%。エンプロイメントレート When will it stop? OK。 なんだ、ここじゃないってこと。あれ、どこ、ここ さてどこだろう。アンダーソンはどこ？あ、こういうこと？ピッ。デニス・ワード、フイッチ。ははは、オッケーオッケー。ピピッ。サミュエル・マックレイ。いろいろいるね。この人は絶対違うな。アンダーソンって顔じゃねえぞ。キム・ヨハン、違いましたね。はい、君は？顔が見えないです。あ、いたじゃん。すげえ、す
すげえ落ちぶれちゃってるじゃん。話す。アンダーソン警部補、私はコナーサイバーライフから派遣されました。先ほど署にご挨拶に伺ったのですが、近所のバーにいるはずだと言われたので5件ほど探し回りました。何の用だ。あなたはある事件の担当になりました。アンドロイド絡みの殺人事件の捜査です。所定の手続きに従い、捜査補佐専門モデルの私が配属されました。助っ人なんか必要ないね。プラスチック野郎の助けなんてもってのほかだ。分かったらおとなしくお家に帰るんだな。協力を促す。警部補、お酒はそのくらいにして一緒に来てください。その方がお互いのためです。粘ろう。警部補、大変申し訳ありませんが、規則により行動を共にしなければならないんです。規則ってお前、ここは学校か？いえ、バーです。ああ、そうだな。外で待とう。お気を悪くされたなら、申し訳ありません。外で待っています。ごゆっくりどうぞ。殺人って言ったか。ここで待ってろ。すぐ戻る。私は現場に同行するよう指示されています。警部。いいか、お前に出された指示なんて知ったこっちゃないね。俺が待ってろと言ったら、お前は黙って待ってりゃいいんだよ。優先事項選択中。じゃ、ついてきます。チャンネル16のジョス・ダグラスです。殺人事件だそうですね。悪いがノーコメントだよ。確かダニエルの事件が起こったのが9月とかだった。アンドロイドは立ち入り禁止です。俺の連れだ。で、これが11月だから。理解できないのか。任務に相反するご命令だったためです。口を開いたり何かに触ったり俺の邪魔をしたりするなよ。はい。よう、ハンク、来ないんじゃないかと思ってたとこだ。こいつに捕まらなきゃ来なかったろうな。へえ、まさかあんたがアンドロイドとはね。いいから、何があったか教えてくれ。家主から8時に通報があった。数ヶ月家賃を滞納してたから。ずーん。今のところ警部補についていくしかできないのかな。まあでも現場に入らなきゃ何もできないから。死体を発見ってやつさ。たく、ひどい匂いだよ。窓開けてマシにはなったけどな。会社の名前はカルロス・オーティス。調べた。報告を聞く。証拠を検証。ほう。ところ窃盗と加重暴行の犯罪歴ありだ。近隣の住人とも付き合いはなし。一日中引きこもってたって話だよ。わあ。これなら真夜中にわざわざ呼び出さなくても朝まで待てただろう。死んだのは3週間以上前だろうな。検視が来ればわかるはずだ。死体の近くにキッチンナイフがあった。多分凶器だろう。侵入の形跡は。いや、正面玄関は中から鍵がかかってて窓も全部閉まってた。裏口から逃げたんだろう。こいつのアンドロイドの情報は。今はない。所有はしてたって話だが見当たらなかったよ。まさか。俺は外に出てるぞ。あとはご自由に。何かあったら呼んでくれ。まさか。そういうこと。調べる。レッドアイス。レッドアイス。被害者はドラッグを常用していた。
レッドアイスってあれ、トッドが吸ってたやつ、あの赤いやつ。サンプル、待て待て、触るんじゃない、触るんじゃない、分析する。指紋なし、アンドロイドの関与はサンプルか。あ、そういうことか。おいおい、お前何やってんだ。血を分析するんです。その場で分析できるんですよ。すみません、言っておくべきでした。そうかい、ま、とにかくこれ以上証拠を口に入れるなよ、いいな。はい。たく、気味が悪いぜ。うん、サンプル計画19日以上、やっぱ3週間活字みたいな文字だ。これもカルロスの人間の手じゃこうは書けないだろうな。クレイス、うん、この文字はガイシャの血か。多分そうでしょう。サンプルを分析に回しておきます。おお、レッドアイス口についてる。カルロス・オーティス、めっちゃ刺されてる。28箇所、19日以上前に死亡。あとは上、てか指紋、データベースと一致。再現。足を滑らせた。被害者はここで倒れた。さらに巻き戻そう。あそこの血痕か。被害者はナイフで刺された。さらに巻き戻します。お、キッチンから来た。28回も刺されているようです。ああ、犯人は相当恨んでたみたいだな。調べる、分析する。均一な文字、フォント、サイバーライフス。レッドアイス、会社はパーティー好きなのかな。クリス、ドラッグを分析に回しておけ。調べる。なんだ、あら、あら、やった。了解です、警部。あそこになんかある。開ける。なんもない。本当？なんもなかった？じゃあキッチンに行きましょうか。まずはここ L1。乾いた血痕。お、これもこれだね。裏口かな。うん、足跡あるね。K52型。あ、正面は鍵がかかってた。ここから逃げたんだろうな。足跡はコリンズ巡査の28センチの靴だけです。数週間も経ちゃ足跡だって消える。いいえ、この種類の土ならば残るはずです。しばらくここには誰も来ていない。こちらではない。まあアンドロイドもおバカさんじゃないからね。ドン。あ、ん、なんでここに血痕があるんだ。
堤防、堤防、椅子、指紋、カルロス、うん、揉み合った形跡。ああ、まあそりゃそうだ。4、あらららら、アンドロイドでやる方がマシ、プラスチックに勝てるわけないね。これはじゃあ後で読もう。後でちょっとゆっくり読ませていただきます。これ別に証拠ではない。あ、なんだろう、証拠になりそうなものはないかな。はい、凶器はここにあった。うるせえ、急いでんな、こっちだって。調べ、調べ。バット。あ、これで抵抗したってことかな。カルロスの指紋でしょ。で、ここに、よいしょ。へこみ、激しい衝突。シリウムの痕跡。シリウムってなんだ。右スティックでカメラを起こす。は。ブイーン。え？ん？ああ、変異体はないほどにとった。もう決めつけちゃったじゃん、変異体って。あ、あ、カルロスが襲いかかって襲われた精神的ショック。え？で、とっさにナイフを手に取って、証拠がまだあと1個あるぞ。ドーン。あと1個証拠があるはず。多分こっちから逃げたんじゃねってことでしょ。開ける。お、なんだ、取り憑かれたように何度も書かれた文字。なんだ、え、なにこれ、宗教的な捧げ物か。あ、はい、どっから逃げたかとか結局分かってない。そもそも逃げてないっていう可能性ある？そうだろう。アンダーソンさんいる？あ、いる、ここ後ろにいるわ。後ろにいました。話す、話す。警部補、何があったか分かりました。そうか、じゃ聞いてやるよ。事件の始まりはキッチン。キッチンです。揉み合った形跡もあるしな。問題はだ、何があったかってことだ。被害者がアンドロイドを襲ったんです、はい、バットで。バットで。それなら証拠と一致するな。続けろ。アンドロイドが被害者を刺した。そしてアンドロイドは被害者を刺した。そんじゃアンドロイドは自分の身を守ったってことか。その後何があった？被害者は逃げたんです。リビング、リビング。アンドロイドから逃げようとしたのか。筋は通ってるな。アンドロイドは被害者をナイフ、ナイフで殺した。28回だぜ。
お前の推理もあながちふざけじゃないな。だがアンドロイドはどこに行ったんだ。バットで殴られ損傷し、シリウムを流したはず。なんだって？シリウムです。いわゆるブルーブラッドですよ。アンドロイドにエネルギーを供給する液体です。ああ、数時間で蒸発するので、裸眼では見えなくなるんですよ。でもお前の目には見えるってことか。その通り。はあ、スキャン。ブルーブラッドの痕跡をたどる。あ、痕跡たどりましょうか。なんかもうさっきと全然別のゲームやってるみたいだ。痕跡をたどる。あっち。え、こっちなんもないよ。梯子を使った。ああ、なるほど。見る。屋根裏。え、屋根裏に。あれか、はしごを見つけなきゃいけないのか。登るための道具を見つける。どーん。あ、あっちになんか、あれ、本か。なんかないかな。椅子使おうぜ。お前その椅子どうすんだ。調べたいところが。調べたいところね。登る。届きます。まだ奥か。あ、いた。靴あるぞ、靴。遺体を発見。僕は身を守っただけだ。殺されそうだったんだよ。お願いだ、黙っててくれ。おい、コナ、上で一体何してんだ。警部補、見つけました。おい、嘘だろ。クリス、ベン、今すぐにこっちに来い。急げ。はい、というわけで、デトロイトビカムヒューマン第3回でした。いやー、まさかこの前半と後半でこんなに色の違うゲームをやるとは思わなかった。
はい、というわけで次回もやっていきましょう。それではまた次回、バイバイ。